はいどうも奥大輔です、このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで阪神タイガースの試合を振り返っていろいろとお話をしております。はい、ということで交流戦がですね、ちょうどまあ折り返しということで前半3カードが終わって、まあ、後半の3カードにですね今から入っていくというそういったですねところで今日から、ソフトバンク3連戦ということですね。甲子園でソフトバンクと3連戦ということなんですけれども、ちょっとね試合前にまた選手の入れ替えがありましてですね、岩崎投手が抹消されましたですね。やっぱりちょっとね最近調子が良くないということと、まあ、失点重ねてるっていうことでですね、まあ、ちょっとまあ調整し直しというか、まあまあ、少しこう疲労回復も兼ねて調整し直しということだろうというふうに思うんですよね。まあ、まだねそんな勝負どころここから先来るだろうということですから今は、ま、そんなね無理してこう登板型になるっていうのは、まあ、避けたいところだというふうに思いますから、まあ、この抹消はね、ある程度仕方ないのかなというふうに思うんですけど、じゃあ代わり誰すんねんっていう話ですよね。ずっと今まで8回をですね、岩崎投手がこう担ってくれてましたから、ここにですね、誰をこう当てはめるのかっていうことなんですけど、今日ですね、入れ替わりで上がってきたのが藤波投手なんですよね。藤波投手が上がってきまして、ということは当然ですね、中継ぎでしばらく使っていくんだろうというふうに思うんですよね。だこの辺を含めた、まあ、今、調子がいい、ある程度抑えてる人でいくと、まあ、馬場投手とかですね、まあ、小林投手とか、で、まあ、藤浪投手がどこまでいけるか、みたいな感じですよね。だから、この辺を、まあ、うまいことですね、やりくりしながら、まあ、岩沢投手もね、います。まあ、左、対左相手と、まあ、ワンポイントとかでは、まあ、当然ですね、岩沢投手行くと思うんですけども、岩沢投手もね、最近ちょっと打たれてますからね、あんまりその、一回丸々任せたっていうことはちょっと難しいと思うので、まあ、この辺ね、馬場、小林、藤浪、岩沢、この辺をこう、うまくやりくりしながら7回、8回というところを抑えていくんだろうな、というふうに思います。はい。でですね、まあまあ、そんなこんなで今日の試合ですけれども、まず何と言っても今日はですね、試合ができるかどうかっていうのが最大のですね、注目ポイントになってましてですね、まあ、なんといっても先発がですね青柳投手ということで、今までですね甲子園の先発予定の3試合全部雨で流しているということですから、今日もですね結構雨予報がですね結構強い雨が降るっていうことだったんで、ちょっとできるかなっていう感じだったんですけど、昼ぐらいまではですね、昼過ぎかなぐらいまでは結構降ってたんですけどね、まあ、夕方ぐらいからちょっと小降りになって、まあ、なんとかできるかなっていう感じで、なんとか今日はですね、プレーボールできたっていうのは、まあ、これはですね、まず今日の一番のですね、良かった点かなというふうに思います。まあね、試合中も途中に雨降ったりしてましたけど、まあ、もちろんね、雨の中での登板っていうのは、まあ、青柳投手からしたら別にね、日常茶飯事のことなんで、まあ、青柳投手にとっては別に、なんっていうことのないですね、まあ、雨だったのかなというふうに思いますけどね。はい。で、ソフトバンクの方がですね、石川投手ということで、去年のタイトルホルダーですよね、最多勝かな。で、今年の開幕投手ということですから、まあいいピッチャーですよね。なので、今日はね、まあね、またこうね、その打ちあぐねるんじゃないかなっていう、まあちょっと嫌な感じしてたんですけども、ちょっと今ソフトバンクあんまり調子良くないみたいですよね。あんまりパリーグのことね、詳しくないんですけど、結構怪我人が出ているという、千賀投手がいない。あと、抑えの森投手がいないっていうことですね。あと、それから、キューバからの助っ人が何人かね、いて大活躍してたんですけれども、そのキューバから来た外国人選手もオリンピック予選で今抜けてるということで、この助っ人もいないと。で、去年ね、不動の1番でですね、盗塁を取った周東選手が不調で今スタメン外れてるっていうことで、やっぱりちょっとですね、その、あんまり調子良くないのかなと。交流戦入る前はですね、ソフトバンクパリーグの首位だったんですけど、ちょっとね、今順位落としてますよね。まあ、もちろんね、こんだけ選手抜けて怪我人いる中でね、まあ、あの、貯金あるっていうのは、まあ、それはそれですごいなと思うんですけどね。まあ、セリフで言うと巨人なんかもそうですけど、この辺やっぱり自力があるんでしょうね。でも自力があるチームが今ちょっと、不調でですね、少し本調子じゃないっていうところで、今、セリーグもパリーグもですね、少し面白くなっているのかなっていうふうに思います。もう全、あの、もう、その、なんていうんですかね、絶好調だったらですね、ソフトバンクも巨人も絶好調だったらもうぶち切りでですね、今、首位を独走しててもおかしくないぐらいのチームですが、その辺のチームが今、調子を落としているっていうところですよね。なので、その、今日もですね、まあその調子を落としている状態のソフトバンクということですから、やはりですね、ここは、なんとしてもカードの頭を取りたいというところだったんですけれども、まあまあ結果から言うと今日勝てたんですよね。まあ良かったなっていう感じですね。やっぱりこうカードの頭をね、取るっていうのは大事ですしですね。ずっと勝ち負け交互に来てるんですけど、まあ順番でいくと今日勝つ順番だったんで、まあまあ勝ってよかったなっていうことなんですけど、まあ明日ね、ぜひとも勝って連勝をしてですね、この勝ち負けのこの流れをですね、断ち切ってほしいなというふうに思っております。はい。で、まあ今日まずは青柳投手のですね、ピッチングですよね、8回1失点ですから、最後ね、8回にホームラン打たれて1点取られちゃうんですけど、それまではもう完璧に抑えてるということで、やっぱり今日はね、青柳投手のピッチングがすごく素晴らしかったなというふうに思います。まあ、いつも通りなんですけどね。いつも通りのピッチングだったんですけども、まあ、
素直なまっすぐっていうのはほとんどなくてですね、もう序盤はツーシームバンバン投げてたんですね、ツーシーム。それからスライダーとかですね、右バッターに対してはスライダーとかカットボールなんかも使いながら、左バッターはもうずっとツーシームみたいなですね、そんな感じで、まあ慣れてるですね、セリーグのバッターなんかはまあある程度攻め方分かってるんでしょうけど、まあパリーグのバッターね、普段対戦ありませんから、やっぱり最初ちょっと面食らってね、打ちにくそうにしてましたよね。で、だからもう初回はもうほとんどストレートとツーシームだけですよね。特に左バッターに対しては。もうとにかく外のツーシーム、ひたすらツーシーム、ツーシームみたいな感じで。で、2巡目以降ですね、そのスライダーを織り混ぜ始めましたよね。あとシンカーかな。要するに、1巡目はストレートとですね、ツーシームで相手にですね、その意識づけをするっていう作戦だったんでしょうね。対左ですよ。対右バッターに関しては、1巡目からですね、外のスライダーを使って出し入れみたいな感じで攻めていってたんですけど、対左バッターに関してはもうとにかく最初はもうストレートとツーシームだけを投げてましたよね。で、2巡目からですね、ここにシンカーを混ぜてですね、だいたいその、ツーシームと同じように、左バッターからちょっと逃げていく軌道で、シンカーの方が球速が遅いんで、これでまあツーシーム、まあストレート、ツーシーム、シンカーということで、これで緩急がつくと。それからその、インコースのスライダーをですね、ちょっとずつ使い始めたので、その相手がですね、青柳はもう外のこう、ツーシームとかね、ストレートばっかりやなということで踏み込んで打ちに行こうっていう感じのところにインコースにスライダーをですね、投げてきてますが、これでちょっとですね、相手が面食らったような感じで、ちょっとですね、的を絞らせないっていう感じで、まあ、これ今日はね、その梅野捕手のこのリードがですね、作戦成功やったな、みたいな、そんな感じですよね。あとは右バッターに対してはインコースのですね、ストレート、ツーシームっていうのも途中から織り混ぜたりしながらですね、その右バッターも左バッターもこの、なんていうんですかね、その、ストライクゾーン幅広く使ったりですね、的を絞らせないような、投球ができてたんじゃないかなというふうに思います。それで、まあ、たまにですね、左バッターのですね、外角のスライダーなんかもたまに織り混ぜたりしてたので、これで本当にですね、これも効果的ですよね。あ、そんな球もあんねや、みたいな、そんな感じですね。で、まあ、適度にですね、青柳投手の場合、球がですね、狙ったところに行かないことがあるので、外狙った球が打ちに行ったりですね、例えば、左バッターの外のですね、ツーシーム投げたやつが引っかかってインコースに入ったりですね、こういうのもたまに来るのが、これがですね、まあ、意外と効果的だったようにも感じます。はい。でですね、まあ、その最後、やっぱりね、そのいつも青柳投手7回、8回ぐらいになると捕まり始めるんですけど、あれですね、相手がある程度その球筋を見慣れてきてですね、で、2巡目、3巡目になるとこう対応できてくるっていうのと、そこに来て、少しですね、やっぱりその球の綺麗が落ちてくるっていうことで、やっぱり7回、8回になると捕まえられやすくなるのかなっていう感じなんですけど、今日も8回はですね、結構、捕まりそうになってましたよね。栗原選手かな、にホームラン打たれましたけども、あれもツーシームですね。まあ、相手からしたらもうツーシーム狙い撃ちっていう感じで、しかもそのツーシームがですね、ちょっと曲がりきらずに真ん中に入ってきたり、この辺ちょっとやっぱり疲れが見えてんのかなっていうところは、やっぱりツーシーム狙い撃たれてですね、ホームラン打たれて、その後もヒットを打たれるんですけども、まあなんとかね、抑えると。ここね、その代打構成に来たんですよ。代打を出してきたんですけど、これがね、まあ、阪神からしたら助かったかなっていう感じですよね。ずっとね、一試合見てる選手に、野手のとこに代打出したんですよね、確かね。上林選手のとこやったかな。まあ、どっかこの辺にですね、代打、明石選手やったかな。ちょっと覚えてませんけど、これを出してきたんですけど、それはね、ずっと見てるバッターの方が嫌ですよね。代打で1打席だけってなったら、やっぱり1打席でですね、初見で青柳投手の球をですね、いきなり打てるかって言ったらなかなか難しいと思いますから、これは少しですね、なんでそういう采配したのかなって、まあ、少し、首肩、かしげる場面ではありますけれども、まあ、そんなのもあってですね、まあ、8回はなんとかこう0点、1点ですね、1失点、ホームランの1点で切り抜けることができたということですよね。はい。でですね、9回はですね、点差がありましたので、まあ、スアレスはね、使わないだろうなと思ったんですけど、まあ、誰使うのかなと思ったら、今日ね、上げてきた藤浪をいきなりですね、使ってきましてですね。まあまあ、甲子園ね、すごい盛り上がってましたけれども、いきなりね、先頭バッターにヒット打たれるんですけど、まあ、あとはまあ、無難に抑えたかなっていうふうに思います。球もその、思ってるほど荒れてませんでしたしね、ちゃんとストライクゾーンには行ってましたし、変化球も織り交ぜてましたよね、フォークボールも投げてましたしですね。まあまあ、今日のピッチングを見てると、まあ、ある程度は、計算できるのかなっていう感じですね。まあ、8回任せられるか、7回任せられるかでなると、これはちょっとまだわからないですけども、まあ、計算は立つのかなっていう感じですね。まあ、まっすぐ速いですからね、三振取れるっていうのは一つ大きなところかなというふうにも思います。
今日もね、まっすぐシュート回転してましたけどね、このシュート回転がまあちょうどいい感じに外角から逃げていくような感じでですね、相手から空振り三振取ったりですね、してましたから、このシュート回転さえ直ればですね、まあある程度は計算が立ってくるのかなというふうに思います。まあ梅野捕手はね、そのシュート回転を計算に入れたリードもできると思うので、この辺はね、まあまあ、うまいことですね、その日の球の調子を早めに掴むことが、バッテリーがですね、掴むことができれば、まあまあ、ある程度は計算できるのかなというふうに思います。はい。で、まあ、今日は2人ですね。青柳から、9回藤浪っていうことで、まあ、2人で1失点ということですから、まあ、ナイスピッチングっていうことだったな、かなというふうに思います。はい。でですね、攻撃なんですけども、その相手のですね、石川投手、僕そこまで毎試合見てるわけじゃないんですけど、去年のタイトルホルダーですし、今年の開幕投手ですから、まあ、非常にですね、いいピッチャーなのは間違いないんですけど、今日見てるとそんなにいいピッチャーかなっていう、そんな感じですよね。去年のね、その、日本シリーズかな、かなんか見たんですけど、その時はすごいいいピッチャーに見えたんですけど、今日見てるとですね、そこまでのピッチャーには見えないなっていう感じですが、まあ、調子悪かったのかなっていう感じですね。まあ、その今年ね、そんなに勝ち星が上がってないですね。3勝3敗かなんかですから、今シーズン全般的にあんまり調子良くないのか、去年が良すぎたのかね、この辺ちょっとよくわかりませんけれども、まあ、まっすぐが速いんですけど、150キロ弱ぐらい出るまっすぐと、それから、パワーカーブですよね。ジョンソンがね、投げてたようなカーブですよね。カーブと、それからスライダーとフォークボールとっていう、こういったですね、まあ、いわゆるオーソドックスと言っていいと思うんですけどね、まっすぐがあって、スライダーがあって、で、カーブがあってっていうですね、これでまあ、球出し入れしたり、緩急つけたりしながら抑えていくっていう、そういったピッチャーだと思うんですけど、今日ね、あんまりコントロールが良くなくて、特にこのカーブが全然決まってなくてですね、まっすぐも、外狙ったやつが真ん中来たりですね、スライダーも狙ったとこ全然いかなく逆球行ったり、抜け球行ったりですね、そんな感じで、あんまりその、いいピッチャーかなっていう感じで、まあ今日特に調子が悪かったのか、何なのかね、初回いきなりですね、近本選手にストレート狙い打たれてですね、まあ詰まりながらレフト前にこうヒットを打つんですけどね、近本選手が。で、2番の北条選手が、これも多分、ストレートやったかな、スライダーやったかちょっとあれですけども、甘く来たところを捉えてですね、これ左中間を破るツーベースで、ファーストランナーの近本選手が、ホームインしてですね、これで1点、もう2人で取るんですよね。これで、まあこれで阪神に流れ来たかなっていうふうに思うんです。で、これで、ノーアウト2塁になってですね、3番マルテなんですけど、マルテがちょっとやっぱ最近ね、調子を落としてるなっていうところだったんですけど、この場面は追い込まれながらですね、ファーストゴロを打ちに行くんですよね。で、見事にファーストゴロを打って、セカンドランナーをサードにこう送るということで、まあ、調子悪くてもですね、こういったチームバッティングできるっていうところは、まあ、マルテさすがやなっていう感じですよね。こういうことをやってくれればですね、多少調子が、上がり下がりしても、まあ、3番に置いとけるっていう感じですからね。まあ、この辺はマルテの成長であったり、まあ、日本野球にこう慣れてきたっていうところかなというふうに思います。この、進塁打のファーストゴロ大きかったと思いますね。ここで、北条が三塁に行きましてですね、もうこれ以上点やれないということで、向こう前進守備敷いてきたんですよね、この場面で。で、これで4番の大山選手、すごく楽になったと思うんですけど、軽くですね、センターに、これもストレートだったかスライダーだったかね、これをうまく、ポーンとですね、センターにタイムリーヒットを打つということで、2点先制できるっていう、そういったですね、先制のシーンだったというふうに思います。で、2回もですね、2点取るんですけど、これは近本選手のタイムリーヒットなんですけどね、佐藤選手が出塁をしてですね、ヒットかな、ヒットで。佐藤選手もですね、最近そのインコース、ずっとですね、インコースの速い球で外角のこう落ちる球みたいなんで攻められてきたんですけど、最近その、佐藤選手がそれにですね、対応し始めたんですよね。特にこれ西武3連発の時なんかは、インコースの速い球をですね、ホームランしたり、で、外角の落ちる球をホームランしたりしましたよね。高橋光成投手のですね、外角の落ちる球をこう、ね、泳ぎながらセンターバックスクリーンとかですね、インコース狙った球をですね、逆方向、レフト側にホームラン打ったりとかですね、そういったことをして、そういった風に対応をですね、し始めたので、相手の攻め方もちょっと変わってきましてですね、最近は、インコースのスライダーカットボールっていうのをですね、これをこう投げるようになってきましたよね。佐藤、右ピッチャーですよ。右ピッチャーが佐藤選手のインコースにですね、今まではまっすぐズバズバ来てたんですけど、これを打ち出したので、スライダーカットボールをインコースに投げるようになってですね、これにちょっと苦労してたんですけど、今日はですね、それを、まあ今日も同じようなスライダー、インコースのスライダーで攻めるみたいな感じだったんですけど、これをですね、まあ詰まりながらヒットを打つっていうことで、この辺もですね、まあそろそろ佐藤選手がですね、またこれに対応をし始めてくるのかなっていうふうに思いますから、この辺ね、楽しみにしたいなというふうに思います。はい。で、まあこれでヒットで出てですね、梅野選手凡退した後、中野選手がフォアボール選ぶんですよね。で、
これで、9番の青柳投手が送りバントを決めて、2アウト2塁3塁で1番の近本なんですけど、これね、初球のまっすぐをセンター前タイムリーヒット打つんですけどね、これね、最初のバッターボックスでまっすぐ打たれてんのに、このピンチの場面で、またまっすぐから入ってくるっていうですね、これ近本選手まっすぐを狙ってるのをこう分かると思うんですけど、これをですね、またまっすぐで入ってくるっていうことで、この辺ちょっとね、どういう配球なんかなということですけどね、その初球甘いまっすぐで入ってきたんで、当然これ近本選手の性格やったら当然打ちに行くだろうなっていう感じで、これが見事にですねタイムリーヒットになったということですね。これでまあ4対0になると。でここから先青柳投手がですねピンチ招きながら0点でしのいでいって、しのいでいって、で、今まではですね、ここでその、中押し点が取れなかったんで、流れがですね、ちょっとあまり良くないなという感じだったんですけど、今日はですね、その中押し点が取れるということで、佐藤選手のですね、タイムリーヒットで5点目が入るんですね。これが大きかったですよね。で、このシーンもですね、ちょっとまあ、首かしげるようなあれなんですけど、ツーアウト三塁になったんですよね。マルテ選手かながサード行ってですね。で、ツーアウト三塁で、で、佐藤選手だったんで、これ、内野手がね、集まってましたから、これ敬遠するかどうするかっていう、まあ、打ち合わせだったと思うんですけど、そしたら次、梅野選手ですからね。やっぱ佐藤選手よりかは梅野選手の方がええっていうですね。まあ、右対右ですし、そういった、まあまあ、いろいろ計算があったと思うんですけど、結局その、敬遠せずということで、まあ、佐藤選手と対戦するんですけど、初球がですね、外角に大きく外れるストレートだったんですよね。あ、これで、あ、もしかしたらもう、ね、あんまり勝負しないのかなっていうふうに思ったんですよね。で、2球目がインコースのスライダーなんですけど、これもですね、大きくこう、外れるんですよね。で、これで、2ボールになりますから、これで、あ、もうこれ勝負避けられるなと。カウント悪くなったからもうこれ歩かしやなというふうに思ったんですけど、3球目がですね、ど真ん中のスライダーだったんですよね。これを佐藤選手が見事に捉えて、タイムリーヒットで5点目が入るっていうことなんですよ。これが非常に、謎の、まあ、配球というかですね、なんで初球はな、外に大きく外したんだろうとかですね、ね、2ボールからあんな甘い球を投げるっていうのは、これ要するに要求通り投げれてなかったんでしょうね、多分石川投手が。下位捕手の意図とですね、まあその意図通りの、まあ、投球ができてなかった、まあそれぐらい今日コントロールが悪かったっていうことだろうなというふうに思うんですけど、これでですね、今日は5点目が阪神に入ってですね、これでも完全流れが阪神に来たという感じかなというふうに思います。で、8回にね、ホームランで1点取られるんですよ。その裏に大山選手がホームランを打つということで、これでまた1点取り返すということでね、これでもう流れを向こうに渡さないという感じですよね。向こうからしたらね、ホームランを打ってですね、それでまあ、まあ5対1になるわけですよね。これでまあ4点差ということで、でまあね、野球何があるかわかりませんから、ね、まあ4点差って言ったって別に逆転する場合だって当然あるわけですから、これで気持ちが盛り上がっていってですね、よっしゃ9回逆転しようっていうふうに、ね、気持ちが盛り上がっていくところをですね、大山選手がホームランでですね、もう一回5点差に戻すと、6対1にも戻すということで、この大山選手のホームランも非常に効果的だったなっていうふうに思います。はい。でね、9回は藤浪投手が出てきて、甲子園が湧いてですね、これでピシャとかも抑えて、まあ今日は、交流戦入って初めてじゃないですかね、ある程度落ち着いてですね、9回をこう、見てられたっていうのですね。もう毎試合のようにですね、9回リードして9回行っててもですね、もうヒヤヒヤしながらですね、もしかしたら負けるんちゃうか逆転されるんちゃうかでずっとドキドキしながら見てたんですけど、今日も交流戦入って初めてある程度安心してですね、こう、勝ちゲームを見ることができたんじゃないかなっていうふうに思います。ただ今日みたいな試合をですね、やっぱり続けていってほしいですよね。何しろ今日はその8回担当してた岩崎投手がいないっていうことですから、先発ピッチャーにできるだけやっぱ長く投げてもらいたいっていうですね、そういった試合だったんですけど、それはやっぱりね、青柳投手も分かってたと思うんですよね。だからまあ青柳投手もある程度長いイニングを投げるんだっていうですね、気持ちがやっぱり出てたっていうことで、やっぱりそういった気持ちも大事でしょうね。誰かが抜けたら誰かがカバーするっていうところで、そこで気持ちがですね、前面に出てきて、それまでのパフォーマンスよりもいいものが出てくるっていうですね、そういったところもあると思いますから、まあそういったですね、ところを期待をしたいなというふうに思います。はい。これでまあ今日勝ってですね、今日はまあ巨人もヤクルトも勝ちましたので、まあゲーム差変わらずということですね。だからまあずっとなんかね、お付き合いしながらみたいな感じですけどね、勝ったらよそも勝ってみたいなですね、負けたらよそも負けてみたいな感じで、なかなか順位のね、差がついてこないなっていう感じなんですけども、まあ阪神これでですね、ずっと勝ち負け交互に来てですね、これで今日で実は15試合連続ですね、勝ち負けが交互に来ているということで、実は日本記録が16試合ということなんで、明日もし負けたらそれに並ぶっていうことですが、まあそんなね、わけの
分からん記録をこうね目指すんじゃなくて、やっぱり連勝してですね、どっかで連勝して流れ変えないとですね、交流戦負け越してしまいますから、まあここまで五分で来れてるのはすごいことだと思いますけども、やっぱ朝何としても勝ってですね、やっぱりこう連勝したいなっていうところですよね。明日はそのルーキーのですね、伊藤投手が選抜ということですから、これ期待したいなというふうに思います。はい。まあね、その良くも悪くもパリーグ相手だとですね、向こうのピッチャーとかですね、バッターのことよく知らないんで、変な先入観なくいけるんでしょうね。石川投手ってなんかね、すごいな、すごいピッチャーかなというふうに思って、ね、印象としては名前だけ聞くとそうだったんですけど、まあ、実際見てみると温そうでもないなっていう感じだったので、まあそういった変な先入観なく対戦できるっていうのもまあ一つですね、まあ交流戦の面白いところかなっていうふうに思います。はい。なので明日ですね、何としても勝ってこれ勝ち越しをですね目指してほしいなというふうに思います。ずっとね調子を落としてた3番の丸って4番の大山っていうあたりも今日ねヒット2本ずつ出てますし、大山選手はホームランも出ましたし、まあどん底が抜けてきたのかなというふうに思いますから、またね、打ち出してくれるんじゃないかなというふうに思います。で近本選手はね調子いいですし、北条選手2番に入ってね、いい感じになりつつありますから、この辺が繋がってくるとですね、またですね、点が入るようになってくるんじゃないかなというふうに思います。その、交流戦前のですね、開幕当初の、毎試合のようにですね、大量点取ってた、あの状態に戻ってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとですね、期待をしたいなというふうに思います。今日はね、サンズ選手ダメでしたけど、これ相手ピッチャーによってですね、誰が合う、誰が合わんっていうのもあるでしょうからね、今日はサンズ選手は合わなかったんでしょうね。ただ、マルテ、大山って言ったら、今日打ったということですから、これね、中軸が活躍して、やっぱり勝つっていう、こういったですね、試合を少しでも増やしていければ、またですね、調子が戻ってくるんじゃないかなと思いますので、その辺をですね、期待したいなというふうに思います。はい。ということでですね、今日はこの辺りにしたいなというふうに思います。明日ね、デーゲームです。で、デーゲームはね、ずっと連勝続けてますから、これね、どっちかですよね。その、勝ち負けのですね、連続が伸びるのか、それともデーゲームの連勝っていうのが伸びるのかですよね。もし明日勝てばですね、勝ち負けの記録は途切れますけど、デーゲームの連勝記録は伸びるという感じですよね。もし明日負けたら、デーゲームの連勝記録は途切れるけども、勝ち負けの、この、試合が伸びるっていうことですから、まあ、どっちにしてもですね、なんかの記録がまあ伸びるっていうことですからね。まあ、そういった、まあ、あまり試合と関係ありませんけど、まあ、そういった楽しみもあるかなというふうに思いますので、明日もですね、試合の後に、ちょっと明日僕試合ね、テレビで見れないんですけど、ちょっと昼間ね、出てるので、まあ、携帯で確認をするか、ダゾーンで見るかね、テキストで見るかっていう、ことになると思いますけども、まあ、何かしかね、お話ししたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。